こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。さて、この動画を投稿している頃にはすでにクリスマスは終わっていると思うが、今回は何の因果か、公式にもネタキャラとして扱われることになってしまった、バジュリーラ FF について語ろうと思う。もう完全にクリスマスイコールバジュリーラになっちゃったよね。この人去年のクリスマスにも X ダイブに出てきてたわね。ちなみに海外プレイヤーにはなぜクリスマスイコールバジュリーラなのかは伝わらなかったらしく、去年 X ダイブで登場した際には疑問に感じた海外プレイヤーも多かったらしい。意外と日本だけで伝わっているネタなのかな。まあ、わからなくはないけどな。それで、このバジュリーラっていうのは本来ならどういうキャラなのかしら？ではこれからそのことを語っていこう。バジュリーラ FF はロックマン X3 に登場した、ナイトメアポリスと呼ばれる幹部ボスの一体。悪夢警察っていろいろ矛盾しているような。確かによくよく考えるとおかしな名称だが、響きを優先した結果、特に何か意味を込めて名付けられたものではないのかもしれない。日本ではよくあること。海外でもスーパーロボ野郎という名前になってしまった遊戯王カードあるからな。日本特有の現象ではないのかもしれない。ちなみにこんなイラストだが X3 では盾を使うことはない。この頃はイラストはイメージだけってパターン多かったよね。ソウルイレイザーのガレスもお供みたいなの連れていたけど出てこなかったしな。でこのバジュリーラはマンダレイラ BB とコンビを組んでおり、このコンビ名がナイトメアポリスと呼ぶようだ。コンビ名って芸名みたいな言い方ね。実際漫画版のゼロも芸名呼ばわりしているので、間違ってはいないのかもしれない。この二人は X3 のステージを2つクリアすると専用の会話シーンに突入して、それ以降8ステージ全てに1箇所ずつ設置されている専用のボス部屋に登場するようになる。ちなみにこの会話で物時なるべく生け捕りで捉えるようにドップラーは言っているが、実際に X と対峙した時は、博士の命令だ、消えてもらう、という。原作の時点でネタがすでに存在していたのか。実際この違いはよくファンの間でネタにされていたりする。そしてこの盾を使わないこと、相対した時のセリフの相違は、X ダイブのボス紹介文章で謎のフォローをされるようになる。どんなフォローをされていたっけ？こんな感じだな。その手にはドップラー博士より授かりした手を携えて、己の弱点は己で補うもの。今回はプレイヤーを公敵師と認め、自身の力を余すことなくぶつけ挑んでくるだろう。これは盾使わなかったことのフォローなのか？初めて会った時に盾を使わなかったのはプレイヤーを侮っていたからで、公敵師と認めたならば全力で挑むために盾を使う。ということなのだろう。ああなるほど。博士は生け捕りにしろとの命令だが、力に加減などできない。本当にフォローされているのが妙に笑えるわね。だからといって本人目の前にして命令違反宣言する必要もないような気もするな。とまあここまでなら公式がミスったとかで済む話で、別にクリスマスのネタになるような要素は全くなかった。それじゃあ彼がクリスマスのネタになる原因って何だったのかしら？最大の原因は漫画版におけるバジュリーラの役回り。がその前にここから先は漫画版のネタバレを含むので、できることなら漫画版ロックマン X3 をご一読してからの視聴をおすすめします。漫画版では基本的にマンダレイラと共に行動し、驚異的な強さで X や0を叩きのめした後、二人をクリスマスの夜に処刑しようとするのだが、漫画版ロックマン X オリジナルキャラであるマーティが、本作で完全に破壊されなかったボスたちより託されたパワーアップパーツを、X に投げつける形で発動する。この瞬間 X の処刑が完了したと勘違いしたバジュリーラが放った驚異のセリフが、メーリークリスマス！というセリフになる。今のはアニメの生声か。配信中にバジュリーラが出てくるたびに叫んだぜ。ノリノリで叫んでるわねー。変な叫び声に感じるかもしれないが、物語の流れを追っているとこういう描写が出てくること自体は別に不思議でも何でもなく、ただ単にいつもの岩本武士が炸裂しただけのように思えるかもしれないが、この狂気を感じる叫び方とデカデカと大笑いして喜んでいるかのようなこのコマの顔、何よりそれまでクールなキャラを演じていたところにこのハイテンションときたせいか、この部分だけが一人歩きしてバジュリーラのイメージになってしまい、バジュリーライコールクリスマスとなってしまった。ガレージキット作ってる人でもクリスマスのイメージを打ち出している人がいたり、何より岩本先生自身が一時期毎年のようにこのセリフを叫ぶ土地狂ったバジュリーラのイラストを描いていたりした。今では描いてないのか。ここ数年はクリスマスのバジュリーラを描いていないようだ。まあ気になる人は岩本先生の公式サイト眼剣カッコカリを覗いてみてほしい。岩剣じゃないんだ。眼剣と読む。ネタ方面での活躍は分かったけど、実力の方はどうなのかしら。X3 ではパターンがわからない初見だとかなりの強敵と言える。動きを封じる高速リング、追尾弾、X の立ち位置に合わせての突進攻撃と、攻撃パターン自体はそんなに多くはないが、分かってないと回避が難しい攻撃が多く、強敵と呼べる部類だ。分かってしまえばノーダメージでも倒すことは可能なので、いろいろな意味でバランスの良いボスと言える。この時マンダレイラともども弱点武器を使わずに倒すと、終盤ステージでマンダレイラとの合体ボス、ゴッドカルマシーン大稲荷が登場する。逆にマンダレイラともども弱点で完全に倒しきると、
大稲荷の代わりにスペシャルボスであるプレスディスボーガーが登場する。スペシャルボスの方が強いんだよね。おそらくそう感じるプレイヤーが大半だと思われる。 X ダイブでのバジュリーラはどうなのかしら。 X ダイブでのバジュリーラは高速リングことバジュリングを4個5個と大量にぶん投げてきて積極的に動きを封じようとしてくる。その代わり X3 で使っていた追尾弾を使わないので対処自体はしやすくなっていると思う。盾を構えると正面からのダメージを与えづらくなるので盾持ちの場合は若干強化されていると言えるかもしれない。あと X ダイブをプレイされている方ならご存知のことと思うが、このゲームのバジュリーラは漫画版を彷彿とさせるやたら高いテンションの持ち主で、原作の設定を食いかねないほどのハイテンションキャラとなっている。何の因果かプレイアブルになってしまったので敵として出てきた時の原作の要素、漫画版でのハイテンションな性格付け、プレイアブルとして操作可能と、ある意味 X ダイブで最も優遇されているプレイアブルキャラと言える。相方のマンダレイラは全然目立たないのに、すごい目立ちぶりだよね。実直な無人肌なせいかネタに振り切れてないってのがあるんだろうな。というわけで今回はバジュリーラと戦ってみよう。まずは X3。ってことはダイブもやるんか。情報をまとめる動画としてはやらざるを得ない。随分小さいボスだわ。スピードタイプっていう設定だからな。たくさんレプリロイドを葬ってきたのね。配信のコメントがクリスマス一色で大草原不可避。博士の命令だ。消えてもらう。消してどうするのよ。力に加減などできないんだろうさ。開幕刹那凛か。いやこれはバジュリングじゃね。どっちがどっちなのよ。ボスチェックとして使うならバジュリング。プレイアブルのスキルとしては刹那凛だな。このホーミング弾は差し詰め凡弾か。凡弾。バジュリーラのパッシブスキルの一つ、突進弾を使うときに追加で撃つ。複数の攻撃を同時に使ってくるのね。初見だとどうしても辛いよね。画面に残る技を2種類持ってるからな。慣れるまではどうしても辛い。それでどう戦うんだ。俺は最近クロスチャージの楽しさに目覚めたのでな。クロスチャージで戦うさ。かなり使いづらいことに定評のあるチャージショットね。だが一度その魅力に気づくと楽しくて仕方がないチャージショットになるぞ。どうしても使いたくて仕方がない。クロスチャージの魅力に取りつかれたアニジ。このチャージショットの魅力に気づくのに随分時間がかかってしまった。コテは強いが使いこなせさえすれば場所を選ばない。バジュリーラ戦ではクロスさせないのでこうして一発ずつ撃っている。その方が総合ダメージが上がるのね。クロスチャージはクロスさせるかさせないかの選択の自由も魅力の一つだ。あえて組み合わせないことで二つのチャージショットを使い分けることができる。バジュのライフ残り半分切った。もう少しで倒し切ることができる。バジュリング二つ撃ってきた。ん、刹那凛じゃなかったか。もうどっちでもいいわよ。ボンダンも2発撃ってくるはず。ホーミング弾だっけ。そう。X ダイブで名前のついた技が多いわね。そういう意味でも X ダイブに感謝だな。ボンダン2発。何かわせないことはない。完全回避だわ。あとチャージショット2発というところか。チャージして。外したか。惜しいね。もう1回だ。もう1発、撃破だ。これがロックマン X のタワーか。ここはひとまず引き上げるが、次に会う時にはこうはいかんぞ。続いて X ダイブのバジュリーラ。いきなりやられとるやん。最高難易度での初攻略時の動画だからなー。テントバジの方がバジュリング飛ばし始めてきたね。いや刹那凛じゃないか。いやもうどっちでもいいわよ。っていうかどっちもバジュリーラなのね。こっちもボスチェップでバジュリング、スキルで刹那凛撃つから、ボスチェップ、スキル、テントバジの3種類高速リングが飛び交っていることになるな。スピードは原作より落ちてないか。若干落ちているかもしれないな。キャラが大きくなるに従って調整された結果なんだろう。高速リングをたくさんばらまき始めたわ。2段ジャンプあるおかげで回避は難しくないが、突進弾と織り交ぜられると厄介だな。最高難易度だけあって硬いね。ヤコブの盾持ちバジもそうだったが、ダメージが盾に阻まれて爆風だけになるから、どうしてもダメージが乏しくなるんだよな。ドラゴンドアの爆風のおかげで遠距離でもダメージが発生しているのは低いかもしれん。フライもなかなかのダメージソースになっているわね。なんだかんだで火力だけは今使っても見劣りしないセーバーだしな。でもこっちからのスキル攻撃はなかなかする暇ないね。ダイブトリガーならどうだ。1ゲージくらいは減ったかな。さらにもう一発。うぐ、自分の技で拘束されるバジュリーラの図。そう考えると実にシュールだな。だがそろそろとどめをさせるはずだ。今年もやられちまったか。やるじゃねえかよプレイヤームカつく野郎だぜ。ゼロって名前のやつはみんなこんな腹の立つやつらばかりなのか。まあそんなやつらでも今の俺なら許容してやるぜ。
この言葉に乗せてな、メリークリスマス。またどこかでな。最後の最後に兄者の生声ですか。いやついやりたくなってしまってな。配信のエンディングとして生声でアフレコさせてもらったぜ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。